みなこんにちは、ハイです。ポーティーヨッシュ、トンシンガイ。今回なんですけれども、トイトビコキャ、エスベア、完全まとめ、いきたいと思います。その前ですね、前回の動画でお伝えしました通り、私今、舌をちょっと、口内炎が2つほどできて、まあ、さっき見たら横の方にもう1個生きてたんで、なんか3つくらい息できたんですけれども、直しません。ご迷惑おかけしております。この動画もちょっと活躍が悪いと思うんですけれども、すいません。今回ですね、まとめていきたいのは、なんと、新登場するキャラクターがいます。それが、SBR!ありがとうございます。 SBR がですね、登場することが決定しました。この SBR がどんぐらい強いのか、どんな性能を持ってくるのかっていうのをですね、ちょっとまとめましたんで、今回ですね、その SBR についてまとめていきたいと、見ていきたいと思います。まず、そもそも SBR っていうのを皆さん知ってますでしょうか。このキャラクターですね、 SBR S と書くようにパシフィスタの系列進化版でございます。セラフィムって言われるですね、ベガバンが作ったセラフィムシリーズのキャラクターの一人です。セラフィムシリーズには他にもいろんなキャラクターいまして、クマ、オオカ、七武海っていうのを催したキャラクターたちが多いです。ミホークはエシホーク、そして今回登場するのがクマを催したエシベアでございます。他にもクロコダイルを催したものだったり、ドフラミンゴを催したものだったりなどなどですね、エスシャークとかもいますが、パシフィスタシリーズの中の3人目のキャラクターとなってまして、その中でも2番目、セラフィムナンバー2と書かれたキャラクターが、ね、登場することが決定しています。ということで現在ですね、セラフィムキャラクターまとめてみると、登場しているのはセラフィム S スネークのあのハンコックのやつですね、それがディフェンダーで登場してますし、ミホークを催した S ホークのやつはあれアタッカーとして登場してます。でそして3体目となります今回の S ベア、クマを催したものは何で登場するのかっていうのがですね、今回めちゃめちゃカメカメになってるという状況でございます。現状はとめとめた感じを一つ楽しみくれるね。スネークがディフェンダーでしょ、ホークがアタッカーだから、今回3体目となるセラフィムなんで、もしかしたらゲッターかもしれないよね。ちょっとそれと効果も考察ができて、すごくめちゃめちゃ楽しみだね、これね。で、ちなみになんですが、セラフィムゲートのキャラクター2体、ホークとスネークにはもちろん、ルナニア族のアルベが持ってた無敵の能力、これがついております。今んとこディフェンダーとアタッカーでついてるんで、ゲッターでついたらどうなっちゃうんだろうね。こっちは楽しみだね。そして注目したいのが、今登場しているセラフィムケースは青と赤属性で登場しているので、もしかしたらこれは緑属性のゲッターで無敵がついたキャラクターで登場するかもしれないよね。これは楽しみじゃない、マジで。ちょっとワクワクじゃない。ゲッター能力で緑属性っていうだけでも、そもそもセラフィムになんか強そうな感じがついてた。しかも無敵がついたとなると、セラフィムはね、通常攻撃はピュンピュンパチュンの3発がちょっと遅いんですよ。なのでスティール使わなきゃいけなくなったりすることも考えられるんで、例えば炎がついてる時に無敵、なおかつ敵持ちがつくとかだったらさ、結構強いんじゃないかなと思うんですよね。まあ状態異常がどんぐらい対抗できるかとか、そこら辺によりますけど、まあ、ほぼほぼ確実にこれは炎をかける約束の能力がつくことは濃厚です。例えばアタッカーのホークの場合はですね、アタッカーかける炎の能力になってますので、通常攻撃3発目の攻撃によって無敵がつくんですよ。でただセラフィムスネークの場合は攻撃スキルの方でしかつかないんですよね。だからそこがアタッカーとディフェンダーの間で炎がつく能力の差っていう風になってはいるんですけれども、その分ね、スキル1の方のセラフィムのやつは高回転になってるんで、肌にやりと回復するでしょ。であんな感じでガンガン使い回せるっていうところが S ホークの3発目の当てにくさの問題とかと比較されててね、ちょうどいいバランスになってたんじゃないかなっていう風に思われるわけなんですね。もうどんな能力になるかちょっと楽しみだね。ゲッターで無敵が作ってるのは正直初めてなんで、ちょっとこれワクワクですよ。もしゲッターだったら楽しみだね。でちなみにですね、このキャラクター S ベアの関してなんですが、能力はパシフィスタが持っていたものと同じ能力になってます。でグリーンブラッドって言われる血液をですね、投与されると能力者になることができるんですね。 S ホーク、 S スネークともに能力者になってますので、今回もですね、 S ベアは能力者に登場することは濃厚です。
いや、これも能力ケアとかで後から対抗されそうだから、程よい能力になってそうだよね。ちなみに、バーソロミュークマが保有していた能力と同じ能力になってきますので、最近登場した、セントマと登場した黒のパシフィスタがいるでしょ。あいつってキザルのレーダーとか使ってきたんですけど、あれはパシフィスタっていうやつの能力。パシフィスタっていう機械の能力です。言ってみたら、PS5 と任天堂スイッチみたいなもんですね。全然違うでしょ、能力が。PS5、パシフィスタの方は、キザルの能力。PS5 にしかない機能が使えて、任天堂スイッチみたいな、セラフィム系列は、セラフィム系列の能力者の能力を使うことはできるので、今回はパシフィスタとクマ。この二つが全く別物だと思ってください。で、おそらく今回保有してるのは、バーソロミュークマ。任天堂スイッチの方になってますんで、2級2級の実を使うことができることが濃厚です。だから、ウルシュジュショックとかね、あそこら辺も結構使うことができると思いますんで、ちょっと楽しみだよ。あと、口からレーダーだったりとかもすることができるんでね、そこら辺はパシフィスタみたいな能力ですけど、どんな能力になってくるのか、これちょっと楽しみだね。実際、エクエット編の中での SBR のね、行動というか動き方っていうのも結構重要になってくるんじゃないかなと思ってて、実際にウルシュシュショックを使ってね、戦い始めたのは CP0 タッチエでした。でもね、今回で標的になってくるのはおそらくルッチだと僕は思った。緑ゲッターが緑アタッカーで登場するとなれば、ほぼ各ルッチに対抗する能力なんじゃないかなっていうことも見えてくるんですよね。なので CP0 タッチに対するサイファーポールへの攻撃の時は攻撃を上がったりとか、なんかそんな感じになってくるのかな。それだとなんかちょうどいい感じもするかな。実際現在来ているこのルッチの能力なんですが、ルッチに関してはワンパン耐久性能っていうのがないんだよね。だから超高回復の攻撃とかに加えたら結構ルッチも痛いし、ロジャーとかにはきつかったりするわけでしょ。カムサイ食らっちゃったりとかすると、だあんな感じの超高火力キャッターで加えたらルッチも一と回りもないんで、スベアがねルッチ対抗だとしたら、ルッチを簡単に枯れるとしたら、炎の能力とかもね含めて結構厄介なキャラクターになってくるんじゃないかなと思います。さあ皆さんどう思いますでしょうか。ここまで SBR についてまとめてきましたが、めちゃくちゃ強そうです。なんとなくで過去に登場したキャラクター、11月12月のね一人キャラクターっていうのはめちゃくちゃ強い傾向があるんで、今回もしかしたらね結構やばいんじゃないかなっていう風に僕は思ってます。まあこれ引かない方が、まあ、無課金者にとってはねいいと思うんですけれども、まあ本当に正直聞かない方がいいと思いますよ。次の抽選結果が近いんでね。なのでまあいいんですけれども、これはね引いた方がいいなっていうくらいですね。ちょっと結構強いかもしれないんで、面白くなってきますよ皆さん。ということで次のですねキャラクター、おそらく登場するのが、現在撮影時期が27日日曜日ですが、29日に登場することは濃厚です。アップデート後ですね。で28日に PV が公開されるとなると思うので、まあもしかしたらこの後27日の夜にね発表されるかもしれないんですけど、私ちょっと公演ができているので早く寝たいと思います。すいません。なので情報を出すのはおそらく28日とかになるかもしれません。何かしら今日の夜来てたらね、まあ、ただ PV はおそらく明日だと思いますので、しっかり私体休めてまいります。明日にはちょっと良くなっているといいかな。長野の病院の方にちょっとお世話になるかもしれないので早めに直してまいります。皆さんご迷惑おかけしてしまってすいません。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。ではまた。